はいどうも、ゆうとです。本日は、広島競輪場にやってきたんですけど、広島ナンバーワンの松浦選手に来ていただきました。こんにちは。こんにちは。めっちゃカープですね。そうですね、カープとコラボして広島の競輪選手が主義で、はいはい、作ってるんですよ。中学校の時にチャリ通だったんですよ。自転車通学でめちゃくちゃ急な坂があって、その坂を登りきれるのは地元で俺だけだってくらい自転車に結構自信がやりますか。じゃあ勝負、やります。勝負ですか。はい、バーチャルで、はい、まあ、ゲームみたいな感じで対戦できるのがあるんで。していただけるんですか。もちろんやりましょう。勝っちゃっても大丈夫ですか。ハンデ上げても勝てると思います。マジっすか。じゃあぜひちょっとお願いします。いきますか。はい、こちらになります。先ほどハンデいただけるって聞いたんですけど、どのぐらいもらえますか。20代の平均が25秒ぐらいなんで、はい、僕が20秒多分切ると思うんで5秒ぐらい。平均25秒で5秒ももらっていいんですか。いいですよ。マジっすか。すげえ自信。5秒差でやってみようと思います。大丈夫ですか。いいですよ。喋るのすごい筋肉で間違いないですね。ありがとうございました。ありがとうございました。いやもう本当にプロの実力を実感しました。なんとかでしたけどね。ギリギリでシュンって抜かれたんですけど、だってもう5秒差なかったら1周16秒台ってことですね。そうですね。おかしいっすよ正直。競輪場の魅力っていうか楽しみ方っていうか、それちょっと教えてもらえればな。競輪っていうと掛け事なんで、ダイブとかっていうイメージがあるんですけど、はい、まあ、走ってる僕たちはすごいスポーツの感じで、うん、実際来てもらうとスピード感もあったり、掛け事なんで大人しかやっぱ掛けれないんですけど、はい、まあ、今はすごい子供が遊べるような遊具だったり、うん、まあ、あのコンテナハウスっていう施設だったり、はい、今日対戦したところもあのコンテナハウスで、ね、バーチャルでこれあの子供さんもできるんで、はい、ぜひ楽しめると思うんで、お子様から年配の方まで楽しめる環境になってると思うので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。はい、次回これだけでも競輪の楽しさっていうか凄さが伝わったと思うんですけど、実際自分がちょっとバンクを走ってる映像をちょっと撮っていこうかなと思ってますので、そちらの方も期待して見ていただければと思います。それではありがとうございました。締めて進めばいい。確かなこと。